この子たちもその地震に怯えてるような声を出してて、その普段こういうふうにあのうちの牧場の牛は泣かないんですけれども、やっぱり地震の揺れがやっぱ強くて怯えていたのか、みんな牛が泣き続けていて、走り回ってたりとか、あの落ち着かない様子でした。鳴き声もいつもとやっぱ違いますよね。あのやっぱり怖がってるような、はい、悲鳴ですかね。2回目の揺れが長くて、横揺れがひどくて大きくて、すぐにあのまず水のタンクだったりとかを確認しに行ったんですね。水のタンクは無事だったんですけれども、あの水を送り出すそのポンプだったりが止まったので、そこからずっとあの牛たちに水を飲ますことができない状況っていうのが、あの1月6日の、夕方4時半くらいまで続いたので、約6日間あの牛に水を少ししか飲ませられない状況が続きました。牛は1日30リッター以上水を飲むので、水を飲まなければやっぱり餌も食べないですし、牧草も食べないんですね。一日中あの昼間も夜中もずっと牛たちが泣き続けてるっていう状況が6日間続いて、それでもその水のタンクには多少水が溜まってたので、そこを汲み出して人の手であのペットボトルに入れて水を飲ませ続けるっていうのを6日間一日中続けてました。あの本来であればこっちは餌箱なので、あの水はあげないんですね。水は反対側に飲むところがあって、で少しでもあの牛たちに飲んでもらいたくて、あのその給水器の側じゃなくて餌箱のところにこうやって水をかけて、今ちょっとこういうふうに草があるんですけど、それで少しでも多くの牛に飲ませられるようにっていうふうに続けてました。やっぱもう最初はもう餌とか食べ物に水なんですよ。水です。やっぱりあの水が一番です。いくらあの餌をあげててもその水を飲めないとやっぱり手をつけない、食べないので、本当に水だけ、とりあえず水だけが飲ませられればこの子たちの命をつなぐことができるなっていうふうに思って、あのみんなで水を配り続けてた。はい、それをやったとしても、1日30リッター必要なところが、4リッターから6リッターくらいしか、飲ませられないので、ちょっと牛舎の中に入って、人間を見つけると牛たちが寄ってきて、水を欲しがるように鳴くんですね。やっぱそれが本当に、それの声、その鳴き声っていうのを聞き続けるのが本当に辛かったですね。ここがちょっと一番被害の大きい、一番新しい4つ目の牛舎なんですけど、こういうふうに亀裂が大きく入ってしまっていて、向こうの端にも亀裂があるので、今牛がいてわからないんですけど、おそらく全部に亀裂が入ってるだろうっていうふうに業者さんにはちょっと言われました。地震の揺れでここが割れてしまって、おそらく揺さぶられて、こっち側なんですけど、この壁とその下の基礎にこういうふうに隙間が空いてしまって、でこの上をこうやって眺めると分かるんですけど、壁がこういうふうにちょっと傾いてきちゃってるんですね。こういうような形で、でこれはもう向こうの壁全部を
傾けているような状況で、向こうの シャッターがあるんですけど、反対側からこっちまでで、あの25センチくらい地盤が沈下してるっていうふうにあの言われました。正直治るんだろうかとか、いつからその修繕っていうのが始められるのか、本当に不透明な状況なので心配ですね。1月の5日の朝に見回りをしてたら、あのやっぱり亡くなってる牛がいて、ちょうどそこ僕が担当してて育ってるところの牛で、その子はちょっと他の牛に比べると弱い子だったので、あの気にかけて見てたんですね。だからやっぱり他の牛に負けちゃって、あの水が全然飲めなかったのかな、そのわずかな水すら飲めなかったのかなっていうふうに思ったんですね。やっぱりあの、まあ、できれば本当にその地震前のこの能登牧場の環境っていうのを取り戻したいです。僕がここでその能登牛を育てるきっかけになったのも、この奥能登の自然静かな環境っていうところに惚れ込んで、あのここで牛を育てようっていうふうに決意したので、やっぱり牛舎を直したい、やっぱり静かな環境を取り戻したい、あの餌だったり水っていうのが牛たちに十分に行き渡るような環境っていうのを取り戻したいです。人命優先はやっぱりあのその通りだと思います。あの皆さん困ってらっしゃいますし、でもやっぱりそういった牛だったり豚だったり鶏だったりっていうのは奥能登地域にはたくさんいます。そういったところにも少しでいいですから目を向けていただければなっていうふうに考えてます。